どうもこんにちは宣伝部長の小市です今日は新潮社からジャニーズのカレンダーいっぱい出てるよってことでお話をしていきたいというふうに思います。えっとキンプリね脱退騒動であったりそれから滝沢さんの退社っていうことでいわゆるこうジュリー社長に対する批判ということを「週刊文春」がやり始めたんですけどもそのライバルである新潮社は何をやってるかっていうとほとんど報じてませんっていう形の中でまあいろいろ言われてるのはまあいろいろね えこうカレンダーをね、えー、いろんな会社にジャニーズからお願いしてでカレンダーっていうのを儲かりますというところの中でそういう仕事をもらってるから書きにくいっていう話があってでもそれは普通の週刊誌の話で新潮社はまさかそんなことないよねと思って調べてみたら、えー、全く報じ,、ま、報,じ報じてませんでしたっていう中ちょろっと触れた話があったんでこれを今日やっていきたいっていう感じですね。 はい、で、こちらがね、えー、デイリー新庄さ,さんから出てるジャニーズをに触れてる記事なんですけど、その前にですね、ちょっといかに触れてないかっていうのをちょっと見ていきたいというふうに思います。はい、というわけで、まずね、キンプリさんの件ですけど、いろいろ報じ始めたのが、えっと、11月の3日ぐらいから各種報じ始めたんで、じゃあ11月3日探してみましょうと思って、キンプリ検索16件出てきましたって形で、えーっと、1個だけ。<laughs> えー、キンプリさんに脱退でテレビ局は大当て日テレ鉄腕出しはどうするということで当然ねこれはキンプリさんがたりするんでテレビ局大変だよねって話で当然ジャニーズ批判めいた話は一,一切出てきませんと。でえっ、ー、とそれからこちらですねじゃあちょっと広げてジャニーズで検索したらね614件ってことでさすがにたくさん出てきましたと。 で、いろんなタレントさんいるんでその11月3日まで戻るとそれより以前っていうとこれですねえっ、ー、とここなんでちょっとこっから関係ない話が続いてあタッキー大社はちょっと触れてますとで滝沢歌舞伎はどうなるみたいな <laughs> 話とかでえっ、ー、とそうですね木村さんを褒める話とかでえっ、ー、とこれは先ほどのやつですねというわけで何にも出てませんっていう形の中ようやく出てきたのが先ほどの記事という形になりますと。 はいでまあなんでそんなことになってるかって話を2018年にえっとですねリアルライブさんの方でちょっと報じられてるやつがあるんですけど、えっと、ジャニーズのカレンダー利権発端に因縁の身長 VS うーあ身長 VS 文春が激化するっていうことで。 えーっとでですすね、ね、そうです、ね、この時はね、キンプリさんの、えー、カレンダーを週刊新潮が発売するってことで、これがまあ結構当時、大変な騒ぎだったらしいんですけど、要するに、こうね、ジャニーズの言うことを聞くのに入っちゃうのか、お前らみたいなね、まあ、そういう話だと思うんですけど、えー、っとですね、そう、でそれ以外にも大手出版社は軒並み週刊誌を発行しているが、ジャニーズ事務所のグループのカレンダーを巡って利権を与えられた出版社は、所属タレントの 痛烈、えー、なスキャンダルを掲載しないのが暗黙のルールと言われてきたって形で2018年は平成ジャンプのカレンダーが女性専務週刊ポストを発,発行する小学館、えー、キスマイツーがフライデー週,、えー、週刊現代を発行する講談社セクシーゾーンがフラッシュ女性自身を発行する公文社に割り当てられてるって感じですねはいだから逆に言うとこういうところからまあ切り締めの話が出てる っていうことになってくると、まあ、潮目が変わったというか、カレンダーぐらいじゃ言うこと聞かねえよって話になってるんだろうと思うんですけど、まあ、今んとこでもね、ちょっと、えっ、ー、と、そうですね、どこだったかな。えー、っとですね、週刊、まあ、週刊現代さんどうかな。まあ、現代さんは頑張ってるかもしれないっていう感じですかね。はい。あと、いうところですかね。はい。っていう感じです。で、えっ、ー、と、 そして、えー「週刊女性」を発行する主婦と生活者絶縁状態らしくてこれはなんか意外でしたかねはいで「週刊文春は」は宗教文芸修循そして「週,週刊新潮」とは天敵のような関係性でしたって形で天敵だったにもかかわらずまあ出すことになりましたっていうことなんですよねはいでえー、っとですね 急遽、えー、年内いっぱいで芸能活動から身を引き今後はタレント育成等に関わる滝沢秀明のインタビュー記事が掲載されたということで、えっと、その内容は「えっと、週刊文春」の記事を真っ向から否定するような内容だったということでワンワンっていうことですよねワンワンいうこと聞きますっていうことだと思うんですよね。はい、でえっ、ー、ということですと。でそういう <laughs> で週刊文春によるとその契約がまとまったのは えー、滝沢さんの掲載後の発売直後ってことでまあいろいろ決まってたんじゃないんですかねっていうところですよね。はいということですと。で、えー、ジャニーズとしては文春でスキャンダルを連発してされた頭を抱かえかていたそんな中新庁舎オピニオンし週刊し、えー、週刊あ新長45かが休館するなどかなり苦境そこで。 えー、ジャニーズが出した助け舟に新庁舎が乗ってしまったようだってことで単純に言うとお金にもな困ったんで乗っかりましたってことですねはいということでございますとはいでこちらが新庁舎から出るねなにわ男子のカレンダーってことでこれはだからえっ、ー、と来年のえあ今年か今年 <laughs> 今年の4月からえっ、ー、と来年の3月までのやつでえっ、ー、と次がストーンズっていうところのやつが出ますとそれがまた ようやくはそのうち始まると思うんですけど、まあ、これが新庁舎から発売決定ってことでね、これからも言うこと聞きますっていうことになるのかどうか分かりませんけど、このくらいで黙っちゃうのかねっていうところになっていくのかなっていう、まあそんな感じですね。はい。はい。で、こちらがツイッターですけどね、これかだから去年の12月ぐらいのやつで、なにわ男子のカレンダーをこう会社前にね、早い、新庁舎前に巨大なポスターをドーンって感じでね、貼ってると。 いいうことでですよねはいでまあ、なんかね一応だからその前がえっとこちらがえっとキンプリさんですよねだから結構もうこれからジャニーズが押し出すよっていうグループをなんか売らしてもらってるって感じでまあ要するに結構売れるやつを担当させてもらってるって形でねまあある種ウィンウィンの関係であるかどかかりませんがまあそんな感じっていうまあ現状がありますとはい。 で、という形の中ですね、なんて言うんだろうな、こう、分かりやすくワンワンってやるのが、 本来の形の形はずなんですすが、がただやっぱりプライドがありますかね。文春がに対して慎重みたいなプライドがあるからかどうか分かりませんけど一番いいのはこういうこと起きた時に触れないのが一番いいんだけどでもやっぱりちょっと用語っぽいことやっとかないとほらもう仕事もらってるしっていうねまあこういうのを見るとねなんか私はなんかこう何て言うんだろうなあんまり慎重さんを責める気にもならないっていうかみんな一生懸命生きてますからねそれは大変なんだろうなとは思いますけどねはい。 いや、でも、でもなとか思うんですよね。普通の仕事じゃないしなって、こう言論人がそれでいいのかなっていうのは、まあ、わかんないですね。でも、そういう時のために本当はね、NHK とかが突っ込めって話があるけど、まあ、NHK もあんまり強く言えないみたいな感じかな。はい。という形なんで、まあ、そういうお立場の中、えー、っとですね、いろいろ頑張った結果、出してきた結論がこれですね。ジャニーズを辞めるとテレビに出にくくなる本当の理由ということでね。だから、これは、なんか、 一応、ジャニーズ辞めると、その、出なくなるかもしれないけど、いろいろ事情があるんだよっていうことを、えー、事務所に代わって説明しているようにも見えるし、まあ、その辺はね、わかりませんよ。はい。という形でね。一応、まあ、これ長いんで、ざざっと飛ばしながら行きますけど、えっ、ー、と、独立組はよその芸能、まあ、内容としてはすごくよくできてます。できてるっていうかな、うん、と思いますけど、はい。 さすがっていう感じですが、えーと、独立組はよその芸能プロとも、えー、共演が難しくなるということで、えーと、ジャニーズ事務所からの独立組がテレビに出にくい理由は単純なものではないと、他の芸能事務所プロダクションも絡んでくる、民放の気遣いもある、最近では民放が壊視勝率時代に入ったことも無関係ではないってこと,で、えー、ということで、いすね、はい、でコウ取りは2019年、稲垣吾郎さんたちが、まあ やめた時に、えーっとね、テレビ出演が激減した件についていろいろ調査したっていう形なんだけどただ注意にとどまったって話なんですよね。はい。で、要するに直接的にはねあのなんか出るなみたいな働きかけがあったら独禁法につながる可能性があるんだけどだけどなんて言うんだろう。えー、っとジャニーズ事務所所自身が現役の所属タレントと えーと稲垣さんたちとのテレビ出演の仕事を断るのは自由ですねだからこれはもう止められないとだから問題はだからそれを、えー、とテレビ局だったり他の事務所にうちなんていうんだろうなこう稲垣さんとかをテレビに出すなってやるとそれはアウトなんだけどうちの、ね、タレントと共演させないっていうのはまあ OK って話ですねでもそれをやっちゃうと共演 NG があ 全,全芸能界全体で共演 NG みたいなっぽくなるまあ忖度が働くみたいなことですよね。はいまあ、だから他の芸能事務所もジャニーズに気遣うっていうことで,でそれは理由は様々ありますっていうことですね。はい、えー、っとですね、そう、だからジャニーズ事務所との関係性を気にする芸能プロもいるしっていうことですね。はいまああとはなんか歴史が古いからとかまあそういうことを言ってますということですね。まあ、しなんか 古いんで、まあ、付き合いも多いしみたいな形の中で、まあ、忖度するっていうことですね要するにね、はい。ということで、まあ、実際だからほとんど民放ドラ,ドラマに3人は出れてないみたいな形の中で、まあ、草なぎさんがようやく関西テレビの連ドラで対象が初めて民放の連ドラに登場するってことでね。はいということですね。はいまあ、これはだから視聴率がもう期待できるっていうところでそれでなんとか出れるみたいなところですよね。はい とというこだからいまだにだに忖度はある程度続いてるっていうことでまあ実力がかなり突出していて数字が期待できるかやっと出れるみたいなね時間がかなりと。 まあ、っていうことで、一方で、まあ、E テレには、E テレを含めた NHK にはよく出るってことで、まあ、これ NHK は、まあ、そのジャニーズ事務所に対して、そこまで忖度する必要がないので、まあ、逆に、NHK の方の大河とかに出してくれとか、まあ、言われる立場だから、まあ、強いから、まあ、出せるよね、みたいな。まあ、それでも気づかないわけじゃないでしょうけどね。っていうことなんだろうなって感じですかね。はい。で、それから山下さんも、まあ、民放連ドラはないけど、NHK には出ましたって感じで、NHK はまあ、別だと。 いうことですねはいでえっと、あとは諸星さんで元光源氏の諸星さんの場合はえっとですねすごく民放の首脳にかわいがられてたんだけどそれでもちょっとねなかなか出れなかったっていうところですね。はいで一方でゲ大手芸能プロへの移籍はまるで別ということでまあ、具体例を挙げてえっと そうですねまあ特に本木さんとか全く影響ないような感じに見えますがまあとにかくまあ芸能プロをまあちゃんと手順を踏んで移籍した場合にはそこまで影響が出ませんっていう形でまあそれはなんかあの何て言うんだ事務所に逆らったっていう感じに見られてないっていうことなんですかねはいでスマップさんはだからそういう形で本来は出ようとしたところ木村さんだけが残るって話になってまあ壊れたっていうのをちょっとまあ噂さされてましたけどねはいということですねはいで えとそうですね。あと民放がジャニーズ事務所に配慮することもあるってことで、同事務所の力を借りないと、ドラマもバラエティも作られないからだってことでね。まあ、これはでも、吉本に対してもそうかもわかりませんけどね。うん。はい。で、えっ、ー、と、そして、えー、っとですね、まあメリーさん等がまあ,あ作った協力のパイプを、えー、っと、滝沢さんが託されていたんだけども、めちゃったっていうことですよね。はい。ということで、えー、っと、あと、 そうです、ね、コア視聴率時代で民放はますます事務所頼よりっていうことですね。で今、えー、とドラマで今のドラマで13本ぐらいに、まあ、ジャニーズ事務所の連中が出てるということですね。はい、でもちろんその今騒ぎになっているキンプリの平野さんも黒ロサギに出てるっていうことですよね。はい,、まあまあ、っていうことで、えー、とジャニーズ事務所の機嫌を損ねたら出,出てくれなくなるかもしれないってことですね。だからカレンダーを お願いされちゃったら儲かるからもう悪いこと書けないむしろ擁護しちゃうみたいなことですよね <laughs> あのそれをここに書くわけにはいかないのかなはいそはそうですよねはいということですかねはいまあデパートが売れ筋商品をメーカーからおろしてもらえなくなったら困るのと似た構図であるっていうことでねはいだからまあ僕私はなんかまあこれなんかデパートとかわかるんですよだけどちょっと原因 部分をやっぱ担ってるところが、これやられちゃうと、やっぱね、だめ、さすがにやべえだろうと思うんですけどね。でも、だからそれはそれで、なんか,かい、なんかね、あの、うちはもうカレンダーの仕事もらってるから、もう悪いこと書きませんって宣言をするとかですね、それをやってもらわないと、じゃないと、ちょっと一緒とは言えないですよね。はい、別にその なんかメーカーさんがデパートに降ろせなくても別に社会がすごい困るってことないじゃないですか。ただ言論じねじ曲からまあそれはなんかこうジャニーズ事務所だけの問題になってないすでに政界ともつながってるしまあその経営者ともつながりながらやっぱりここががっちり組んじゃってることによって世の中がもう本当におかしな方向行っちゃってるんで。 あの何て言うんでしょうねまだそこを突っ込めるのがやっぱり言論なんでそこに対して週刊誌である、まあ、特に文春さんとか新潮さんはね期待されている部分があってだけど私たちはジャニーズに対しては黙りますってなっちゃうと、まあ、正直。 困るですね。だから、新潮さんがなんかもうちょっとなんて言うんだろう、もう30週間しぐらいのイメージわたでイメージ私たちやってきますって言ったらそれでいい,だとい,いんだと思うんですけど、イメージ的にはまだこういうとこ突っ込むっていうふうに思われてるとこがあるんでね。だからそういうブランドをな,なくすんだったらいいんですけど、まあでもいずれこういうことやってるっていうのはバレる、バレるからなくなっていくんだと思いますけどね。ただ、未だに信用されてる部分があるんで、だから、ね、新潮さんが上手にね、こう、 もうちょっとサソードが落ち着いてきたらかばうような記事を出したりとかあるいはこうやめ組をちょっと叩いていくような記事やっていくと効果が出ちゃうわけですよねはいザッツカレンダー力っていう感じであれいくらぐらい儲かるんですかね一回計算してみようはいということででもそこまでですかね何なんだろうなはいというところでまあまあとにかくそうですねまあ壊し勝率もまあジャニーズがーすごい力がありますよっていうことをまあ言ってますと いうところなんですけどね。はい。まあ、本当かなとは思いますけど。まあ、とにかく、えー、っと、そうですね。で、辞める3人についてはまだ処遇が決まってない、どうなるかわかんないんですけど、えー、っとですね、そうですね、3人は独立なのか、独立して大手プロと業務提携するのか、それとも移籍かってことですよね。まあ、どうするのかっていうのは、ちょっと、今んとかよくわかんないですけどね。なんか、 なんかどっちにしてもなんか芸能プロに所属したら世界を目指すんだったら足かせにしかならないような気がするんですけどね日本で活躍したいんだったらやっぱり移ってって話ですけどまあだったら辞める意味もないので単純になんか、うん、その世界進出に協力してくれる人と一緒にやるっていうか自分たちでやるっていうのが一番まあいいっていうか早いですよねはいと,と思いますけどあとはお金を出してくれるその出資してくれる人たちを捕まえればいいだけですから。はい だと私は思いますけどね。まあ、いずれにしても、なんか、あのちゃんときちんと署名記事でですね、まあ、内容としてはやっぱり、あのちゃんとあるので、素晴らしい記事ではあるかなと思いつつ、まあ、全体として見ると、やっぱりジャニーズは基本的に触れないようにしつつ、ちょろっとだけこんな事情ありますよっていうことを説明したい感じに、まあ、俯瞰してみるとね、まあ、見えちゃうっていう形の中で、まあ、早くですね、まあ、わかんないけど、そのど、どうなんな文章にこう、ね、やっぱりこう、 かなり遅れを取った段階でなのかわかんないんですけど、なんて言うんだろう、早くいい、儲けてもらってですね。儲けるって変か。<laughs> でもこれ現場の記者は嫌でしょ。だってちゃんと書きたいって話もあると思うんですけどね。だから文春は文春でちょっとかなりこう過劣な方向っていうのかな。樹類批判で、 ガガリガリ行くぞ他が全然やららないからって感じで行き切ってるじゃないでですかでももうちょっとバランス取れたやつが見たかったりもするわけですよだからそれはなんか逆に言うとジャニーズとかジュリーさんの批判をしながらバランス取れたやつがあってもいいと思うんですけどそれはそれでなかったりするじゃないですかだからまあ本当はねいろいろねみんなが自由に言えるといいんでしょうけど <laughs> はいとりあえずねまあそういった視点で、えー、見られて、ま、見られるっていうかね こういう形で見てますっていうの,のお話でした。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。